ファストップ生態の高橋です。今日は夏休みの宿題としまして、お店の縦看板、手作りで、縦看板を作りたいと思います。ローコストでお店を立ち上げるための、一つの参考にしていただければと思います。ベースとなる板は、化粧板が家にありましたので、それを応用して使いたいと思います。大きさは幅が40センチかける高さが70センチの板の看板を作るので、それに合わせて今赤い線で引いてみました。これから、丸ノコで切ってみたいと思います。とりあえず短辺の、幅40センチのところをですね、丸ノコでちょっと切ってみたいと思います。きれいに切れました。長辺の70センチ、縦が70センチのところを切ってみたいと思います。上手に切れました。次に、足となる、縦長の棒を高さ 1.1m、1100センチで切ってみたいと思います。切れました。貝となる看板の骨組みを、ネジで留めていきたいと思います。屋外の看板なんで、今回はステンレスのビスを使うことにしました。一通り骨組みがビスで止まりました。看板の土台となる足のところの板を切ってみたいと思います。この左側の角度調整の板ですけども、ちょうどこのような、台形になります。ちょうどこの看板がこのように、大体適当な角度で倒れるように、今、場合合わせでこの角度を調整して切ってみました。だんだんと形になってきています。このような感じで、ほぼ、この部分を、
きますね。このような、あとは下にあるこの板をですね、合わせて、それで本体をビスで固定します。こんな感じですね。もうすぐ出来上がります。それでは、看板を逆さにして土台となるところの、組み合わせをしていきたいと思います。縦看板でとても大事なことがあります。ここが一番底辺で地面の床といつも接しているところですので、雨の日なんかここはずっと雨で水が水浸しになりまして、木が腐ってしまいます。ですので雨よけということで、こういう釘を打ってちょっと5ミリぐらいちょっと浮かしてあげることですね。そういうことで、水の隙間ができますので、直接この板に、ね、水たまりができないということで、足が腐らずに見えます。早速打ってみたいと思います。5ミリぐらい浮かしておくといい塩梅になっています。これで大まかな大体の看板ができました。一番最初に切りました化粧合板、こちらをですね、こんな感じでここに、あとはリス止めをして、印刷屋さんでメニューをカッティングシートまで作ってもらって、それであとはもう本体ペンキを塗って終わりですね。ここにブロックを1個2個置いておけば、まあ風で煽られて倒れるっていうこともありませんので、とても簡単でいいと思います。おおむね約小1時間でその場合わせて、作ってみました。以上です。それでは油性のペンキを塗ってみたいと思います。水性でもいいんですけども、屋内の塗装看板ということなんで、ずっと一年中出しっぱなしにしますので、水性よりも油性の方が耐久性が高いです。それで今日は塗ってみたいと思います。
これでペンキを塗りましたので、完成しました。これで、夏休みの工作としまして、お店の、ローコストで作る看板制作以上で終わります。